で8レース走られます、静岡の深谷選手です。よろしくお願いします。昨年、優勝された共同通信杯ですけども、昨年の大会を振り返っていただくとどうでしょうか。まあ、そうですね、勝ち上がりの段階からこういい感じには走れてたので、まあ、そういう体だったりレースの状況っていうのをまた作れたらいいなと思います。昨年優勝されたことによってマイスター班に大きく近づいた大会になりますけども、まあ、今回も賞金ランキングとしてはすごく大きな大会になるんじゃないかなと思いますけども、そのあたりはどうでしょうか。まあ、そうですね、そこも含めて、まあ、もちろん頑張らないといけないし、まあ、とにかく一戦一戦しっかり勝ち進んでいきたいなと思います。まあ、前走がオールスターということで3週間ほど空けましたけども、この間というのはどういうふうに過ごされましたでしょうか。まあ、まとめて練習もできましたし、まあ、その中で競技の一層もあったので、まあ、ちょっと緊張感も持って、まあ、充実して過ごせたかなと思います。直前は宇都宮で練習されたという話を聞かれましたけども、そうですね、地元勢とこのバンクで練習することができたので、まあ、それはかなりいい練習になりました。実際、まあ、久しぶりにこのバンク走ってみてどうでしょうか。やっぱ走りやすいですし、直線が長いという感覚はあるんですけど、比較的500の中では走りやすい走かなと思います。初日なんですけど、まあ、難関勢はいないんですけども、なんかラインというのはできましたでしょうか。関東勢がついてくれるのでしっかり頑張りたいと思います。わかりました。はい、では、4日間最後に意気込みをお願いします。はい、いっそいっそ精一杯頑張ります。よろしくお願いします。